まこなこチャンネルです。いよいよ嵐の領域のクエストに進みたいと思います。これでとりあえずクエスト絡みは一服になるのかな。まあ、やってないのね、まだまだありますんで、それらもやっていきたいと思いますが、上にはまだおっかない魔物がうろついている。何かしら頼み、墓のことに関して頼みよね、手入れをやってくれという話が来ましたが、中層の家にいるジュエという女性に会ってもらえんかということで会いに行きましょう。さてジュエを見つけましたので会話していきましょう。一体何を頼まれるか。墓の手入れを頼んでくれた。で、上の町にいる魔物に見つかっても鍵打ちにしてくれそう。ああ、手入れしたいと言ったのはこの人か。お供え物。天津風の原の真珠の森にまず行く。ふさふさの毛皮はいつも使うやつでいいのかな。じゃあこれ2つ取ってきましょう。真珠の森やってきて、多分これが特攻よアゲハですので、これ倒していきましょう。今ちゃんとターゲットマークも出てるんで、もうふさふさの毛皮は買ってきましたので、これはジュレットの裁縫屋でまあ買えるし、まあもちろんね、言うまでもなく競売で買うのも可能だろうしね。さてあと1回イオナズンをやれば倒し終える。一発で終わるかどうか。終わるね。さて2つ手に入れたので、ムストの町の地下の中層にいるジュエのところに戻りましょう。さてジュエのところに戻ってきました。これを渡すとどうなるか。備え物が作れる。あおっと、なんか激しい音が鳴ってるけど、何作ってるんだろうな。何やら剣のようなものを持ってきた。剣を作った裁縫で、人に当たっても痛くない子供用のおもちゃの剣。上の町の北の外れにあるエンデラさんとハルンベちゃんのお墓。なんだろう、子供が亡くなったのかな。他の墓も一緒に手入れしてあげて、壊れていないものだけでいいから。お供えしてもらうのと合わせて確か5つの墓が北の町の外れにある。じゃあ行きましょう。ここですね、墓らしきものを見えますんで。ここは結構地形複雑だな。しかも並んでいるかと思ったら墓が結構いろんなところに散らばってるような気がする。これか、まず1つ。さてドアこうもうやってくるの待って、まず1つ。壊れていない墓、これか。2つ目。あとどこだろうな。ここら辺にもあるってことは結構いろんなところに散らばってるような気がするんで、1つ2つ見つかりにくいものがあってもおかしくない。あーっと、向こうが突っ込んできた。倒してしまいましょう。さてここを調べ終え、柔らかそう、どうもお供えしましょう。で宝箱がね、後ろの方に見えてるんで、暖かい風が撫でていった。ちょっとこれ何か、パープルオーブ取ってと。で今3つかな。で4つ目はこれでしょう。あともう1個どこだ。まだ終わっていない。さーて、あと1個、これ探すの大変そうだな。どこだ。下はここは2つはやった後だと思う。ああそこにあるな、1つ下になってるところ、これじゃないか。
うん、全て掃除が終わって他の墓の手入れも終わっているので、あ、戻ろうという話になってます。再び10円のところ戻ってきました。全て終えて、うん、2人が浮かばれると良いのだがということで、疾風の騎士団のブレエゲさんのことはどんなやつか覚えてないけど、ああ、彼の奥さんと息子のお墓、町に現れた魔物に襲われて亡くなってしまった。なるほど。ああ、襲われたところにブレーゲさんに助けてもらった。墓にお供えをしたことをブレーゲさんに伝えてもらえないかしら。仮想の会議室の前にいる。伝えた後は町長さんのところにお願い。なるほど。なんでこんなお使いさせられるのかちょっとよくわかんないけどね。ブレーゲさんに伝えるまではいいけど、町長のところに最後行ってくれってのはどういうこっちゃと。まあ突然襲われてしまってるからね、この町は。しょうがないっちゃしょうがないんだろうけど、うん、この人か、ブレーゲさん。お墓にお供え、うん、決してジュエさんのせいではありませんということで、まあ、あの日魔物の襲来が襲撃があることは予知で知らされていた。あー、クローズを信じていなかった。なるほど、しょうがない。それはね、パッと出ですからね。その後魔物の目を逃れてなんとか二人の墓を建てましたが、それでも自分を許せなかったと。魔物の群れに追い詰められたところを七子様、妹が救ってあげた。いやー、妹ながらいいこと言いますね。というわけで町長の方に行きましょう、うん、お供えが終わって、他の墓の手入れも終わって、皆さんがゆっくりと眠ってくれと。信仰の種、信仰の種グリーンオーブ、そして経験値。いやー、でも残すはあと一つ、こうした感じのクエストはね、バージョン3の。それが悪いとは言わんが、わしは思うのじゃと。生きた者は死した者の分までより幸せに生きねばならぬと。あの二人が結ばれればよいとか、そういうことが。うわぁ、このじいさんはあれだな、結構おせっかいだな。というわけで、ここのクエスト終わって残す一つ、もう一個会議室に人がいるんでやっていきましょう。ここですね、会議室。あれ、会議室はもう全員揃ってるのかな、クリアした段階のみんなが。そうではないか。ああ、みんないなくなってるか。ここに各種族のね、人がいたかなと思ったけど。さて、今度この人のお願い。奥にある守りの部屋の扉の前で食物の種を拾った。端に植えてみたら花が咲いて、新種の魔物なのではないかと不安で不安でたまらない。まあ、それが何なのか見てもらいたいということで、あれじゃないかな、妹が作ったあのニコちゃんマークの、あれは種から生まれたのか、うん、華麗に復活。私の願いを叶えなさい。結界を強化した感謝の印だから当然といえば当然だけどね、ということで、何を依頼されるんだろうか。
もしや引き取ってくれるのですかと言われてしまった。この私の可愛らしさがわからないなんて。割とまめに世話してくれたんだそうで。うん、槍男たちが噂話をするための部屋なのかしら。いろんな話を聞くことができたわ。面白かったな。他の猟界の食物の話、うん、行って確かめたい。エンジという食物を見てみたい。燃えてる木なんてあるわけないものということで、いろいろと引っ張り回されそうだな。じゃあ移動しましょう。おっと、ここでいきなりニコちゃんが頭を出してきた。こんなついた葉っぱがしおれちゃうわ。ここが炎の領界ですって。ムスとの町とは全然違うのね。ということで、じゃあ行きましょう、目的の場所。ではここ円樹の丘やってきました。かなり綺麗ですね、こうしてみると。おっと、久しぶりだな本当に。ですごい鮮やかな色。うん、これ最初見た時結構すごいなと思った記憶が確かにあるんで。丘の中央にひときわ大きな木がある。あそこに行ってくれという話。これ通れないのか、この辺りは。やはりバージョン3、最初の方はね、結構感動しましたよね、こういうシーン見ると。バージョン3の 3.1 以降は私はずっとお休みしてたんで、その時の感動というのは特にないんですが、他のね、2とか3とか4とかね。さて、真っ赤でとても綺麗。消える瞬間、目の前が真っ赤になった。そして種がこぼれ落ちた。この種から復活したのが私ってわけ。種には消える瞬間の私の記憶があるということが。暑さで葉っぱの先がしおりてきたわ。懐に戻してちょうだいということで。何なんだろうな、このわがままさは。うん、見れて満足。氷に囲まれたとても寒い領海に恵み時と呼ばれる大きな木がある。うん、そこに行きましょうということか。でも比較的そばにあるので、まあ、ワープしてすぐ行きましょう。これ今イーサの村から出たところですが、やはりニコちゃんが話しかけてきて、寒さで顔がピリピリするわと。いろいろとあっち行けこっち行けと言われには文句が多い。じゃあ行きましょう、恵みの木のところに。そして恵みの木やってきました。またニコちゃんが姿を現して、ふもとにはお花畑も見えるわ。それにしても寒いわねということで、暖かいはずだから行ってみましょうということで。暖かかったっけかな、全くそんなものはなかったような気がする。うん、到着。ん、はてなマークつけて。ここもとても寒いじゃないと。この大きな木からは生命力を感じる。槍男たちの噂は本当だったのだと。私が結界に取り込まれて消える瞬間もまさかにこんな感じだったわ。なんかさっきは熱いっていう話をしてたような気がしたけど、あなたの懐の温かさを思い出した。ああ、初めて部屋の外に出たと。懐に入ってね。もっと一緒に冒険したかったなって思って、種には消える瞬間のその願いを。なんでここでいつも話を止めるかな。その先が何なのか気になるけど、何が言いたかったのか。うん、海の底に広がるお花畑、やめとくんだなんだなんだ、サンゴの場所だと思ったけど。次で最後。真っ黒な領海の空には月と呼ばれる丸い光が浮いている。真っ黒な領海か、まあ闇の領海なんだろうけど、どこだろうな。ちょっとじゃあ行きましょう。さて、カーラモーラ村にやってきました。ああ、ここで話しかけてきたね。
黒い妖怪に癒しの力を持つ月の光がある。あーあれか、幻月、あ、上月か、上月の間、多分そこの話でしょう。なんだろうな、ニコちゃんなんか消えそうな物言いをところどころにしてるから、ここ行くとどうなってしまうのかっていうのはかなり気になるけど、あんまりね行きたくないっていうね気持ちも多少なりとも持ってるんで、いなくなるぐらいならね。じゃあこの中入って、うん、ここで話しかけてきた月の光、あの縁台の上に連れて行って、ここか、サージェもちゃんといるね。月の光がよく当たる縁台の上に下ろしてあげた。うん、月の光も悪くない。失った魔法の力までは戻らないみたいね。と、妹からもらった魔法の力は結界の強化でほとんど使ってしまった。あーそっか、魔法の力が尽きたらなくなっちゃうのか、ニコちゃん、そういうことか。そろそろ帰る時間よ。妹も家に帰るまでが冒険だって言ってたような気がする。ムストの町に戻って錬金工房、あー最初に出会ったところ、そこに行きましょうという話。うん、魔力が尽きかけてるっていうような状況なんで、あのオフライン版クリアした時にねもらえる帽子持ってるんですよね、未だに。なのであのね顔はやはり思い入れがあるんで、ちょっと悲しい気もするけど、さてどうなることやら。さて再びニコちゃんの声が聞こえてきて、うん、眠くて頭がぼーっとする。錬金工房の場所を目指しましょう。うん、書いてありますね。というかまさにここでいいのか。ちょうど今ワープポイントで来たところですけど、中に入らぬように戸締まりをしたとか言っていた。うん、特技の出番でとちゃんとパワーあるのか、これを開けるだけの。じゃあ出会ったところというと2階だったような気がする。間に合ってよかった。上の階、机の上、あそこは特別な場所なの。行こうか。でここの段階でドアことはちょっと別パーティー扱いになってるんで、両方動かしながらで、ここら辺だったような気がするな。ここだな。ああ、ここ光になんか当たってるね。ここで光合成を、魔力を蓄えてるみたいな感じになるのかな。私だけの特別な場所。うん、ここは光がよく当たるでしょう。わざわざニコのためにこの場所を開けてくれた。うん、大好きなナナカを描いてくるのをずっと待ってた。うん、一人ぼっちの寂しい日々はある日突然終わった。ああ。妹に与えられた使命を思い出しちゃった。結界の強化という使命を果たせたのはとても嬉しかった。だけど最後の瞬間はとても怖かった。目の前が真っ赤になって凍えるほど寒くて、もうダメねって諦めた時、ナナコの声が聞こえてきた。うん、もう一度冒険したいなということで、庭に、ああ鉢植え、庭を手に入れた。
なんだろう、ある意味これ最終回にふさわしいというか、バージョンね、3のね。じゃあちょっと上に行きましょう。さて我が家に帰ってきました。ちゃんと頭にはニコちゃんがねいてくれるけど、これではなくてね、何か家具を配置するんでね。さて配置の仕方がわからないぞ。これはどうするんだ。ここで使えばいいのか。あ、平らなところに置いてくれってことになってる。ああ、これで決めてください。当然入り口ど真ん中はさすがにね邪魔なんで。あ、ここら辺にも置けるのかな。あ、置けないか。じゃあこれは脇に置いとこう。こんな感じで。いやー、こんな感じでニコちゃんと一緒にまた冒険できる日をね。この格好ではさすがにね、頭この格好だとちょっと体勢がなくなるんで辛いですけど、まあでもこれで一旦一段落と言えない、一段落と言えるんじゃなかろうか。とはいえまだバージョン3のクエストをやってないのもいくつもありますんで、そのあたりもやっていきたいなと。多分占い師あたりもやってないんでね、占い師でよかったかちょっと忘れましたけど、まあ全部できれば全部終わらせてバージョン4に続けたいなと。まあこれ公開してる頃にはもうバージョン4発売されてるとは思いますが、果たして全部できてるのか、そのあたりも含めて次以降もご覧いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。